コーンウォールと西デボンの鉱山景観はイギリス南西部のコーンウォール州からデボン州西部にかけてのいくつかの鉱山景観を対象とするユネスコの世界遺産の一つである。2006年にビリニュースで開催された第30回世界遺産委員会で登録された。一帯の景観は18世紀から19世紀に銅や鈴の深い鉱脈を採掘していったことによって 根源的な変貌を遂げた。地下鉱山、エンジンハウス、鋳造所、ニュータウン、小さな畑、港湾、関連産業群などは、いずれも19世紀初頭には、世界で供給される銅の3分の2を算出するまでになった、豊かな技術革新を反映するものとなっている。この地の工業は、鈴の鉱山開発から始まった。 1500年代半ばに至るまでデボンで産出する鈴の量はコーンオールの25から40%だったが、この時点では両地域の産出量を合計した場合でも相対的に少ないものだった。1540年代以降にはコーンオールの鈴生産量は飛躍的に伸びたが、デボンの生産量はコーンオールの9分の1ないし10分の1にとどまった。 16世紀半ばには、レボンの鈴鉱山は、王家の収入にとって、ビビたるものとなった。1800年代後半には、ヒソの産出が突出しており、コーンウォール東部から、レボン西部にかけての産出量は、当時の世界的な需要の半分に当たっていた。19世紀初頭には、蒸気機関での革命も起こり、硬い岩盤での再興を一変した。 キッシリチャード・トレビシックによって発達した高圧の用水機関は従来よりもはるかに深く採掘することを可能にした。同じ頃からコーンウォールの伝統に根ざした鉱山労働者たちが大移住しコミュニティを形成することが見られ始め、その流れは19世紀末に頂点に達した。今日、コーンウォールからの移民に起源を持つコミュニティは世界中に見られ、 コーンウォール様式のエンジンハウスも、イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランド、チャネル諸島、満島の航空にとどまらず、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、メキシコ、スペインなどでも目にすることができる。1860年に銅の暴落が起こると、鈴の生産が中心となり、以降コーンウォールでの工業は衰退の途をたどった。 コーンウォール地方の鉱山はヨーロッパで最後まで採掘していた鈴鉱山であるプールのサウスクロフティ鉱山が1998年に閉山されたことをもって幕を閉じた世界遺産の対象になっているのは地理的に離れているが相互に関連性のあるコーンウォールと西、レボンの以下の場所であるこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。